今回は、赤ちゃん歌のパパをしてるシャンクスに対する読者の反応集を紹介します。それではどうぞ。しっかり夜泣きに悩まされてるのいいよね。それ乗り越えて育児してみんな歌大好きになってるのがすごくいい。ベックマン変な顔してんな。子供相手出しおどけてるんだろ。なんで歌ってる時も肉食ってんだこいつ。人を打つ時も葬式の時も食ってるしまだマシだろ。この時のルーはシャンクスより大きくて、それから数年経つとシャンクスがルーより大きくなって、さらに12年経つとルーがまた急成長してシャンクスを追い越すんだよな。正直、父親としてのシャンクスをどう思った？普通に親としてはダメだと思う。ただ愛はちゃんとあった。少なくともクソ親ではない。ただあまりにも悪いことが重なりすぎた。とっても不器用だなと感じた。悪い人じゃないんだけど、良い親ではないってやつかな。親として本当に可愛がってたんだなってのは伝わってきた。トットムジカの件はどうしようもねえや。何が正解なんてわからんもん。人生すれ違い通信。ワンピ界におけるいい父親がキュロスで、クソ親父がジェッジだとすると、中間くらいかなと思う。触れ幅が大きすぎてわからねえよ。日本で言うと、北海道と沖縄の中間くらいかなみたいな感じで全くピンとこないぞ。良い親だけど、巡り合わせが悪かった。あと、本人は海賊としての生き方しか知らないから、そこら辺が足引っ張っちゃったのもありそう。愛もあるしクソではないかなって。ただ12年間放置はさすがに言い訳できん。損だけあれば何かしてやれることあっただろって思っちゃった。罪を娘に直視させて傷つかせるくらいなら、無法者の自分たちが罪かぶって別れる。そうするしかなかった。やるせない父親って感じ。大切だからこそ娘を仇にしたくて一度は置いていくか聞いてたのもわかるし、12年放置してんじゃねえ。それでも親かアホンダラーとは思った。四皇出しとか海賊出しとか罪かぶったことになってるしみたいな。仕方ない理由はたくさん出てくるけど、救済時がそれで納得で切るわけねえだろと。せめて風車村やそれに類する場所に連れて行くべきなんだよな。そんな滅亡した国に置いとくなとは思う。歌のことがすごく可愛くて手放したくなかったのはわかるんだけど、仇として生きてほしいならもっと早くお別れの準備をしなきゃいけなかったよなと思った。物心つく前に別れさせるべきだったか、もしくは戦闘にも参加させて海賊の汚い部分も見せるべきだったと思う。ロジャーやミンゴを見るにバギーシャンクス、そしてベビーファイブ、ダスヤンも微力ながら子供の時から戦闘に参加しているし、トットムジカがいなかった世界戦を見ないと公平な判断で決めよあんなの。親から離された子供がどう思うのか分かってんのかてめえ。って思った。多分分からないんだよなシャンクスには。シャンクスの気質的にもロジャー海賊団、おそらく見聞色複数持ちを親代わりに育ったのは楽しかった思い出ばっかりだろう。もし分かってたらヤソップに船乗るのやめとけ、または親子一緒に乗れっていう。見聞色できる奴が複数だと感情に悟い人が多いってことだもんな。寂しさを感じたらすぐに誰かがフォローに入ってくれる。シャンクスたちはなんか自分たちは所詮無法者って意識が強すぎたんかなって。歌のこと本当に大事にしてたけど、それだけに手元に置いておきたい気持ちと同じくらい自分たちのところにいさせたくない気持ちもあったのかな。自制しすぎてる感はある。北海道ヤマムだったら、海賊の自分があったら台無しに。とかの迷惑は一切考えずに、娘の歌を聴きに行って何が悪いって押しかけそう。言うて、北海道もマムも子育てそのものは全然うまくいってないしな。というか基本どちらもして、駒感覚だし。旧四皇は白ひげの子育て講座を聞くべき。白ひげ、エースの話もちゃんと聞いてあげるし、スクワードの勘違いにも叱りながら抱きしめてあげるので、子育てが上手。子供にとっては世界中から愛されることなんかより親の愛さえあればいいんだよ。俺もそう思うし、歌にとっては実際そうだったと思う。思うが、あの状況で他に何ができたかっていうと何も言えない。あと歌も赤髪海賊団もダメとなると、それこそゴードンが罪をかぶってしまうわけで、ギリがたいシャンクスにその選択肢は取れんし、もっと他の預け先もあったろうに、なんでよりにもよってエレジアにあんな形で置き去りにしたんだって思いはあったが、40億巻のシャンクスは大人げないという一文で、必死で、いい親をやろうとしてたアウトローたちの話だったのかなと思えた。エレジアに置いてったのは、歌がトットムジカで、エレジア滅ぼしたのを、世界政府にバレないように、歌が罪を被らないように、ってのがあったし、やっぱトットムジカが悪いし、シャンクスは歌のためにエレジア連れてったり、歌の夢のこと考えて、敵親してるよ。シャンクスも別に悪い親ではないんだけど、人の親として、ゴードンさんがあまりにも強すぎる。自分の国を滅ぼした子供だぞ。まずあの場から歌をどうするかの判断を決めるまでに、トットムジカの猛攻に耐える必要があるの冷静に考えたら無理ゲー極まってんだろ。しかもすぐそばに海軍も来てたんだぞ。不器用だけど一生懸命父親になろうとした人だと思った。
取れた選択肢は他にもあったのかもしれないけど、歌と彼女の歌を愛しているシャンクスだから本人に真実を告げることはできなかったし、シャンクスが良い奴だからゴードンに罪をかぶせることもできなかった。迎えに行くって言っても歌に嘘をついてる立場で生きようもないしな。わからないけど、シャンクスを責めることはできねえ。シャンクスにとって一番不幸だったのは置いていく覚悟がないうちにトットムジカによる虐殺が起きてしまったことだと思う。歌に音楽の国を見せてやろうって判断は何もおかしくないからな。実際、クソ楽譜が来るまでの歌は本当に楽しそうだったわけだし、娘のために音楽の国行ったらそこに最大の地雷埋まってたとかひどすぎるし、シャンクスもあそこはかなりショックでパニクってたと思うから責めることはできないよな。ファン一人が撃たれただけで錯乱する歌の性格からして、シャンクスが片目失った時なんかどんな反応したのか怖くて想像もしたくねえよ。シャンクスも海賊に育てられたからこそどこかで選択肢がないといけないと感じてたのかね。その選択肢を与える場所にとんでもないものがあったのは不幸としか言えないが、選択肢を上げようとしたらどちらも閉ざされる特大トラップが仕掛けられてるなんて普通は思わないわな。歌のことを連れていく選択肢を取っていたとしても、歌が海賊稼業を楽しめる性格なのかは微妙だと思っちゃうんだよな。優しすぎるから。シャンクスも赤髪一味もみんな一夜でイレジアを滅ぼした子供として娘に懸賞金がかけられても良いのかって考えてしまったんだろ。たとえゴードンが正直に言っても、世界政府はムジカと悪魔の身の関係性を知ってたっぽいので、海賊側が罪を被せられる未来は変わらんのぜ。すごくひどいことを言うと、ウタの海賊になりたいって結局はそういうことではと思ってしまう。懸賞金かけられて政府に命を狙われるんだよ。ルフィもヒグマの一件があるまで気づいてなかったように、海賊世界の怖さを分かってなかったんだろうけど、父親として娘を愛する気持ちが本物だからこそ間違えたってだけだと思う。この間違いはエレジアでの件じゃなく、物心つく前に手放さなかったオア海賊の汚い面を教えなかったことが間違い、当時のシャンクスの年齢や被害の規模考えるとどうしようもないのはわかるからこそ、せめて風車村に預けて定期的に会うとか、いや、エレジアのこと知ったら連れていくか、あの場合の正しい判断なんて存在しないんだ。海賊としての生き方しか知らないのに、海賊にするわけでもない娘を持つなとしか言えないんだ。ゴードンが何も悪くないのに罪を被ろうとする仇の王様だったのが決定打だよな。あれでシャンクスが罪を被る以外なくなった。ゴードンを信頼して完全に手を切るか、赤髪海賊団に連れて行くのに託しかないぞ。隠密行動も一回くらいなら良いかもしれないが、何度もやれば間違いなく捕捉される。四校の注目度は甘く見ない方がいい。じゃあ連れてって海軍にがっつり探られたとして、賞金首の歌になって歌手の道があるのかってところある。ブルックだって地位を捨てて二度と戻れない覚悟で麦わらの一味に戻ってるわけで、正直赤髪海賊団以外に歌を聴いてもらえない。ましてや夢なんて叶えられるわけもない。そんなロビンとは別の形の悪魔の子として涙する歌は見てて辛いなぁ。歌の夢は赤髪海賊団音楽家として歌で新時代を作ることであって、世界で活躍する歌手じゃないんだよ。その夢をシャンクスが思い違いして仇に戻そうとしてエレジアに連れて行ってしまった。そもそも歌手にしてくれと頼んだのに、まさかゴードンがビビって12年間も島に閉じ込めておくなんて思いもしなかったというのが真相だろう。四校の立場だとじろひげと話しに行っただけで海軍の艦隊差し向けられるほどだから、歌との関係バレないためにもおいそれとエレジアに訪れることはできないし、というかワンピース世界ってデストラップ罪トラップ多すぎねえか。こんなん誰がやっても引っかかるでしょ。歌の性格とシャンクスの生き様が噛み合わないのと巡り合わせが悪いだけで、悪い父親ではなかったんだろうけど、ヤソップのとこの嫁さんに任せるか、なあに子供の一人二人一緒一緒くらい、そうやじの方が歌の運命的には助かってたかもしれない。シャンクスは歌の声が世界を救えると崇拝にも似た思いを抱いてた節があるのだな。音楽の都の国王なんて最高の人材に、私が世界一の歌姫に育ててみせると言われたら選択肢がない。ゴードンさんに関してはメンタルボロボロで生きる意志もなくなって、そうな歌を12年も育てただけでも十分でしょ。ほとんどうつ病の介護してる状態だったと思う。歌とゴードンさんは和解できないまま終わってしまったから、ある意味歌とシャンクスの関係性よりしんどいと思う。ゴードンさんは成人を超えた成人だしな。そこは誰もいろんないと思うし、作中でもウソップに褒められてたし、正解はおそらくオダセイしか知らない。